オレイン酸は動物性脂肪や植物油に多く含まれている脂肪酸である。炭素原子間の二重結合を介して結合している一家の不法和脂肪酸である。シス型のシスモノエン脂肪酸。18-1の略語で表される。消防法に定める第4類危険物第3石油類に該当する。 一家不飽和脂肪酸のオメガマイナス9脂肪酸に分類される。オレイン酸の命名はオリーブの油から単理されたことが由来である。アサギ色から高褐色をした液体でラードのような匂いをしている。水には溶けず、クロロホルム、アセトン、ジエチルエーテルなどの有機溶媒に溶ける。比重は摂氏25度で0.89、有点摂氏16.3度。 一部の植物油、例えばオリーブ油などの不完成油や、それを原料とした油の豊富な食品に多く、含まれる。二重結合を一つしか含まないので酸化されにくいが、飽和脂肪酸と比較すれば当然酸化されやすい。オレイン酸は皮膚に塗布した場合に、皮膚バリア構造を破壊しうる。特に脂老性皮膚炎を悪化させうる。 クリームやローション等の化粧品の原料に多く用いられている。植物、微生物、人を含めた動物の体内では、脂肪酸シンターゼによって、アセチル COA とマロニル COA から直差の飽和脂肪酸が作られる。順次、アセチル COA が追加合成されるので、原則脂肪酸は偶数の炭素数となる。体内で余剰の糖質、 タンパク質等が存在すると、アセチル COA を経て、飽和脂肪酸の合成が進む。脂肪酸の合成は、炭素数16のパルミチン酸で一旦終了する。16、例のパルミチン酸は、調査脂肪酸伸長酵素により、18、例のステアリン酸に伸長される。ステアリン酸は、体内で、ステアロイル COAQ デサチュラーゼにより、 ステアリン酸の W9 位に二重結合が生成されてオメガマイナス9脂肪酸の一過不飽和脂肪酸である18,1のオレイン酸が生成される。有点摂氏70度のステアリン酸が有点摂氏16度のオレイン酸に変換されることで体内の脂肪酸の有点が下がり体温環境下で脂肪酸を液体に保ち流動性を増加させる。 例えば豚の体脂肪であるラードや牛の体脂肪であるヘッドにはオレイン酸が全脂肪中50%近く含まれている。母乳の全脂肪中の1酸がオレイン酸で占められている。このオレイン酸から植物や微生物中でオメガ6位に二重結合を作る。 デルタ12、脂肪酸デサチュラーゼによりオレイン酸の二重結合が1個、増えてオメガマイナス6脂肪酸であるリノール酸が、生成される。ついでオメガ3位に二重結合を作る。デルタ15、脂肪酸デサチュラーゼによりリノール酸の二重結合が、さらに1個増えてオメガマイナス3脂肪酸である、アルファアリノレン酸が生成される。人を含めた後生動物には、 リノール酸、アルファーリノレン酸を作る酵素が存在しないので、これらの不法和脂肪酸は必須脂肪酸となる。植物油の脂肪酸素性は、植物油の一覧植物油の脂肪酸素性を参照。マルラオイルは、伝統的にアフリカ諸国で保湿に使われており、構成比率は、 オレイン酸69%とパルミチン酸約15%とこれらが主要な脂質になっており、マルラオイルの肌への塗布は皮膚の水分含有油量を増加させる。リノール酸は皮膚バリア機能を形成し修復するが、オレイン酸が増えると角質層の脂質構造を乱しバリア構造を悪化させうる。オレイン酸は皮膚バリア機能を破壊し、連続的に皮膚に塗ることで、 皮膚炎を起こし、オレイン酸が多い方が、皮膚透化性を増加させるため透化性の大きい順に、オリーブ油、ヤシ油、グレープシードオイル、アボカド油となった。不化症の気揚歴のある人では、オレイン酸を皮膚に塗ると不けと酷似した病変を生じさせるが、気揚歴のない人ではそうではない。毛穴の目立つ女性の皮脂には、不法は脂肪酸が多く、 オレイン酸の塗布により目立つ毛穴に類似する状態が引き起こされた。ラットでは、オレイン酸は皮膚の角質細胞の凝集性を分離し、角質層を除去させた。またラットで、飽和脂肪酸であるパルミチン酸とステアリン酸では起こらないが、不飽和脂肪酸であるオレイン酸とパルミトレイン酸では、角化細胞のカルシウムの異常角化、鱗状の皮膚を生じさせた。 ありがとうございます。